エリック・ギルの書体の一例。エリック・ギルはイギリスの彫刻家、タイポグラファー、エッチングの版画家。イギリスにおけるアーツクラフツ運動に参画した。エリック・ギルは1882年、旧サセックス州のブライトンに生まれ、その後一家はチチスターへと引っ越した。エリックはチチスター工芸大学で学び、1900年に教会建築の専門家である、 W.D. カロエのもとで建築を学ぶためロンドンへと移り住んだ。そこでの研修に嫌気がさした。彼は、ウェストミンスター技術研究所で、石積みの夜間クラスを、また、ロンドン地下鉄の初代開発者、エドワード・ジョンストンがいた、中央美術工芸学校で、カリグラフィーのクラスを受講するようになる。1904年に、エセル・ヘスター・ムーアと結婚し、1907年に、一家は、 サセックスのディッチリングにあるソパースと呼ばれた家に移り住んだ。ディッチリングはその後ギルに影響を受けたアーティストたちのコミュニティの中心地となる。ギルはその地で彫刻の制作を始めた。そして母と子という作品で初成功を収めた。1913年には村から北へ2トルほど離れたディッチリング顧問のホップキンズクラックという場所に引っ越した。 1914年、ロンドンのウェストミンスター大聖堂の十字架の道行きの彫刻を制作した。同年、彼はタイポグラファーのスタンリー・モリスンと出会った。戦後は、ヒラリー・ペプラーやテスモンド・チュートと共に、ザ・ギルド・オブ・ストリート、ヨゼフ・アンド・ストリート、ドミニクをティッチリングに設立した。生徒の中には、ギルの娘ペトラと付き合うことになるデビッド・ジョーンズの姿もあった。 1924年、彼は、ウェールズのカペル・ワイフィンに移住し、新たにワークショップを立ち上げ、ジョーンズ・ラデシュたちもこれに従った。1925年にパーペチュアという、ローマ時代の碑文の大文字をベースとした書体を、モノタイプ社で働いていたモリスンのためにデザインした。1927年から1930年にギル・サンという書体を続けて制作した。この書体は、 ロンドン地下鉄のために、ジョンストンがデザインした書体をベースに作られた。1930年から1931年の間に、ギルは、ジョアンナという書体をデザインし、自身の著書案エッセイオンタイポグラフィの文字組みに使用した。ギルの最も有名な書体、ギルさん。ギルは、カペル・ワイ・フィンは、場所の雰囲気が理想に合わず、 多数の顧客を抱えるロンドンから遠すぎるという理由で、すぐに飽きてしまった。1928年、バッキンガムシャーにほど近いピゴッツに移住し、印刷所とレタリングのワークショップを設立した。後に、有名な彫刻家となるデビット・キンダスリーや、おいで彼も彫刻家、文字彫像家として、名を残すジョン・スケルトンなど、多くの徒手を抱えた。他にも、ローリー・クリップ、 ドナルド・ボッターらが弟子入りしていた。また、ギルの娘ペトラと結婚したデニス・テゲットマイヤーや、ジョアンナという別の娘と結婚したルネ・ヘーグラが、家族の一員となった。1932年、ギルは、ロンドンの BBC 放送会館のために、プロスパーアリエルという彫刻群を制作した。1937年には、 優勢賞ために切手をデザインし、1938年に、ジュネーブの国際連盟のために、ザ・クリエーション・オブ・アダンという3つの浅浮彫り彫刻を手掛けた。この時期に、王立芸術協会により、ロイヤル・デザイナー・フォー・インダストリーという栄誉ある賞が、設立され、この賞のために新設された、ファカルティ・オブ・ロイヤル・デザイナーズ・フォー・インダストリーの、設立メンバーとなった。 エリック・ギルはとても信心深く、アートと宗教の関係に関するエッセイを多数、出版した。その一方でエロティックな版画も数多く制作した。ギルは1940年、ミドルセックス州のオックスブリッジにある、ヘアフィールド病院で息を引き取った。ピモッツ近郊にある彼の破壊には、彼について、彫刻師とだけ説明されている。ギルの弟子には、ウィリアム・ブローイ、ドン・ポッター。 デビッド・キンダスリー等がある。エリック・ギルの書体には、下記があるヤン・チヒョルトは1947年から1949年のアイダ・ペンギン・ブックスのリデザインを担当し、最終的にはペンギン・コンポジション・ルールズを設立した。その中で、ギルさんが本の題名及びペリカンシリーズのブランドロゴに使用されている。1990年代には BBC がギルさんを コーポレートタイプに指定し、放送時の表示などに対応している。ギルは敬虔なローマカトリック教徒であったが、自身の子供に性的虐待をしており、実の姉妹と近親相関の関係を持ち、また飼い犬と性行為をしていたとも伝えられている。彼の日記には性行為の詳細が記されていた。ギルのこうした側面は、フィオナマッカーシーが1 9 8九年に電気を、 出版するまでほとんど知られていない事実であった。ロバート・スペートが先に出版した伝記にはこのような記述は一切なかった。ギルの死生活が明らかになるにつれ、彼、個人と芸術上の功績は見直されることとなった。最近書かれた辞伝には最初の衝撃ギルの不定や近親相関や犬との性行為などの歴史が1980年代後半には、 周知の事実となった。結果的に彼の人生と作品は再評価されることとなり、芸術家としての評価は高まった。ギルは20世紀の奇妙で個性的な論争家の一人であり、短期で物質主義社会の中で神の必要性を説いて注目を浴び、平凡な世代の活性剤となったとして話題をさらった。とまとめられている。 シーマイタイムウィズ、エリック・ジルエイ・ A、メモアー、ゲイモコック・プレス、1980、ISBN 0から950万6205から1から3ーカタログ、エリック・ジル、ザ・イングレイ・ビングス、ヘルベルト・プレス、1990、ISBN 1から87万1569から15、 xhttp コロンスラッシュスラッシュ www.identifont.com スラッシュショー 12whatfiona McCarthy, Jill, Eric Rauton, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, September 2004, オンラインにエドン、May 2006 Access to 13 December 2006. ありがとうございます。